みんな、ウィッチャーの仕事の邪魔はやめておこう。うん。クソダメ。どうもこんにちは。お手紙です。手紙？誰から？僕は配達するだけで、わかりません。ほら、面倒かけたな。いいえ、そんなことは。どうも、ぜひまたお役に立たせてくださいね。親愛なる友へ。釜山へ旅行に行ったそうね。ワイン祭りの間、あんまり無理をしちゃダメよ。あなたの年齢じゃ、激しい運動に体がついていきこないんだから気をつけてね。そういえば、偶然面白い情報を見つけたの。仲間の蔵書に目を通していたら、ボークレールのモロー教授に関する記述があった。ウィッチャーの変異の研究を行った人よ。私にも詳しいことは分からなくて、研究所の場所も謎のまま。でも彼の西には少なくともその両方に関する手がかりがあるはず。西は彼と一緒に墓所に埋葬されたと言われてる。たまたま手に取った本に挟まっていた地図を同封したわ。完全には判読できないけど、役には立つと思う。もしあなたがボークレールの女の子たちやワイン、それに釜山のごちそうの味見に飽きたら、この研究について調べてみたらどうかしら。あなたの親愛なる友、イェネファーより。ふん、ウィッチャーの変異に関する研究か。調べてみても良さそうだ。時日々を思う時、二人を比べか。ウィッチャー、なかなかいい男ね。クソダメ。ウィッチャー、緊急の相談がある。話をさせてくれ。モンスターズ。怪我はどうだ？良くなったか？かなり回復したよ。だがしばらく無理は避けた方が良さそうだ。実はそのことであなたに話がしたかった。お前の代役で俺に何か無理をしろというのか？そういうことになりそうだ。覚えているだろ、あの麗しいご婦人を。何者かが彼女に恐ろしい魔法をかけたようなんだ。おそらく呪いだ。当ててやろう。彼女が急に冷たくなり、よそよそしい態度を取るようになったんだろう。まるで別人のように。いや、ウィッチャー、ふざけている場合ではない。彼女のことを心から愛している。私は真剣なんだ。彼女が恐ろしい魔法の餌食となり、誰に助けを求めていいかもわからないんだ。なぜ彼女が呪われたと思うんだ？普段ならこんなこと話したりしないのだが、彼女のことで心を痛めているときはなりふり構っていられない。口外は無用だぞ。ヴィヴィアンは宮廷でも群を抜く美女でありながら、
男たちとは距離を置く性格でね。だからある策略を使うことにしたんだ。策略？騎士がそんなことしていいのか？戦争中は許される。そして愛は紛れもなく戦いだろ。ある夜、外出中のビビアンを待ち伏せた。彼女が出てきた時、私はそっと物陰から出て、限りなく優しく自然に彼女にぶつかり、それから家まで送ると申し出たんだ。彼女は申し出を受けてくれた。景色のいい道を通ろうと言ったら賛成してくれて、話をしながら距離を詰めていった。もうすぐ着くという頃には明らかに好意的な反応になっていた。ところが突然話の途中で彼女の口から世にもおぞましい金切り声が飛び出した。私はその場に凍りつき、彼女は真っ赤に頬を赤らめて走り去ったんだ。その時は後を追えなかった。その後何度も彼女に近づこうとした。あの夜何があったのか知りたかったんだ。彼女が何かに巻き込まれたのではないかと心配で、そのうち彼女がしばしば夜の森の中へ入っていくことに気づいた。水たまりのそばの草地を歩いている姿を見かけるんだ。何とかして後を追いたいが、いつも見失う。煙のように消えてしまうんだ。変な声ぐらい喉が痛かっただけかもしれん。あの声が自然な女性の声だと思える余地なんて少しもなかったんだ。他に何か奇妙な行動や症状に気づかなかったか？いや、ビビアンは最初から私を避けていた。だが噂では。噂？日が暮れた後に彼女に会った者がいないとか、いつも突然姿を消してしまうとか、そういった話だ。特に珍しい話でもないな。ビビアンのことを詳しく教えてくれ。人となりや生い立ちを。彼女はアンナ・ヘンリエッタ様付きの女官だ。母親も女官だった。父親は騎士。私が知っているのはそれだけだ。彼女のことを尋ねると閣下のご機嫌を損ねるのだ。彼女は普段宮殿の中で暮らしている。だが幸運にも彼女は今年のトーナメントの見届け役に選ばれた。つまり参加者全員が彼女と直接話すことができる。それは困ったな。俺は参加者ではないぞ。それはもう解決してある。私の代理として参加者になれば彼女と話す機会が得られるはずだ。本当は何としてもトーナメントで勝ちたかった。しかしビビアのためならどんな犠牲も払える。トーナメントとはどんな催し物だ？年に一度取り行われる盛大な競技会だ。世界各地から騎士たちが集まり互いに競い合う。優勝の名誉だけが何よりも大きな意味を持つ。馬術、弓術、剣術の種目によって騎士としての武勇が試される。私は初めて出場資格を手にしたが、有望な優勝候補だ。しかし。分かってる。ビビアンのためならだろ。依頼を完了するためにトーナメントに参加するなんて滅多にない案件だ。普通の仕事と同じ報酬では無理だな。莫大な富を自由にできるような身分じゃない。だが当然正当な額は払わねばな。いくら払えばいいんだ？仲間に頼めばきっといくらか都合してくれるはずだが、それでもまだ足りない。もう少しだけ安くしてもらえないだろうか。仲間に頼めばきっといくらか都合してくれるはずだがそれでもまだ足りないもう少しだけ安くしてもらえないだろうか仲間に頼めばきっといくらか都合してくれるはずだがそれでもまだ足りないもう少しだけ安くしてもらえないだろうか。決まりだ。その額なら私にも払える。分かった。調べてみよう。好奇心をそそる話だ。この恩は忘れない。さて、ビビアンに会う前にトーナメントを失格にならないように準備を整えなければ。というと？まずは弓と馬術、剣術の腕前を見せてもらえないか。それからトーナメントのルールを覚え、対応するための練習をしておかなくては。その、あなたの能力を疑うわけじゃないが、
誰でも練習は必要だ。たとえウィッチャーでも。それにトーナメントの競技は特殊で、特に馬術は普段と違う種類の技術が求められる。あなたが決めてくれ。何から始める？休日がいい。矢を放ちたい気分なんだ。ついてきてくれ。休日の試合では対戦相手同士が時間と点数で優劣を競う。先に全ての的を射抜いた者の勝ちだ。お前を射抜いた恋の矢より正確に命中できればいい。あなたは赤い的に当てろ。もう一度やるか。石弓はもういい。次はどうする？私の考えだが、何よりもまずはレース競技のコースを走る練習をするべきじゃないかな。馬術をやろう。ローチも気に入るはずだ。とてもいい考えだ。ついてきてくれ。このトーナメントのレースはあなたが今まで参加してきたものとは違う。競争相手はいないんだ。じゃあ何を競うんだ？時間との競争だ。本物のコースは闘技場から出発し、トーナメント会場の外周を回り、また闘技場に戻ってゴールする。だが練習用のコースは闘技場の外にある。今からそこへ行こう。お前は人殺しだ。準備は整った。さて、かなり難しいからよく聞いてほしい。コースには人形や的が置いてある。人形は剣で切ってもいい。的は石弓で射抜くためのものだ。制限時間内にコースを走り終えなければならないが、剣や石弓の攻撃が当たるたびにその時間は伸びる。単純なルールに聞こえるだろうが、多くの騎士たちが失格となり恥辱にまみれてきた。本戦のレースではコース全体に審判たちがいて点数を記録する。今はそれは気にしないで走ってみてくれ。行くぞ。もう一度やろうか。まだ人形を用意できるぞ。もう十分だ。本番に備えて馬を休ませなければ。次はどうする？剣を振り、足さばきを確かめて汗を流すとするか。いいことだ。練習するのは一対一の白兵戦だ。騎士にはそれぞれ自分だけの戦闘術がある。例えばレインファーンは不走を武器に戦う。戦いでは他の騎士とチームを組むことになる。実際の戦場を模してるんだ。だが最後には1対1の決闘を行う。その結果によって順位が決まる。決闘は昔から一番好きな競技だが、今はヴィヴィアンの方が大事だ。あなたに代役を頼めてよかった。今の私では戦いに集中できなかっただろう。強欲が名誉を汚している。知恵からは怪我が来た。
おう。練習場の中心に立つんだ。そうして待っていれば騎士が戦いを挑みに来る。眠る絶え間ぬ鍛錬で己を高めるのが騎士の本懐だ。クーさん万歳。容赦はせんぞ。剣術の練習をもう少ししておくか。もう十分だ。不遜な物言いだが、この程度ならウィッチャーがやるどんな仕事よりもたやすい。ではテントで署名をしてきてくれ。あなたは十分な名声をお持ちだが、書類は必要だ。ウィッチャー、バカな真似はするな。はいほうはいほう、騎士はつらいよ。どこにお手手を隠してるんだ。普段の怪物は神々が私たちを待つ。ペイラック様が殺されるとは。